皆さんこんにちは、お相手する霊夢です。よく来たな、野郎ども。今日もこのボスノブが相手してやるからゆっくりしていけや。皆さんこんにちは、プラモ復帰チャンネルです。今回の動画はですね、前回の続きでサイキックフェーズと射撃フェーズについての解説をしたいと思います。前の動画を見てねえやつはそっちを先に見といてくれよな。ゲームの進行順がわかりやすいのでよろしくお願いいたします。それでは早速解説していきましょう。まずはサイキックフェーズからですね。サイキックフェーズは特殊なフェーズですので、少し丁寧に解説していきたいと思います。まず、このサイキックフェーズで行動できるユニットっていうのは、サイカーっていうユニットだけです。サイカーは、このフェーズだけサイキックパワーを使うことができます。サイキックパワーとはこのようなものですね。ゲームではこの設定を踏襲し、サイカーユニットが独自の力を使えるようになっています。なんかよくわからん力のことだろ。ボスがよくわからん力って言ってるんですけども、このサイカーが使っている力っていうのは、歪みの力って言って、悪魔たちの世界の力、それを借りて使って、魔法みたいに攻撃したり、味方を守ったりみたいなことをする、まあそういう力なんですね。4万の世界では超能力と魔術が同じような感覚として捉えられていますので、どっちにしても超常の力を使うものをサイカーと総称しています。勢力によってはサイカーが全くいなかったりする場合もありますし、またものすごくサイカーが多くて、サイカーを主軸にして戦うっていう勢力もあります。オルクにはあんまりいねえんだよな。じゃあサイカーが使うサイキックパワーっていうのが何なのかをちょっと簡単に説明します。サイキックパワーとはこのようになっています。サイキックパワーっていうのは、このフェーズの中だけサイカーのユニットが使える特殊能力を総称したことだと思ってください。各サイカーユニットは自分のコデックスに記載されている勢力独自のサイキックパワーから一つ、もしくは二つ選んで覚えさせておき、ゲーム中で使用することができます。ちなみにサイキックフェーズ中に同じサイキックパワーを2回以上使用できません。強い効果を何回も使えねえようになってるぜ。その例外のサイキックパワーが、猛撃、スマイトというものがあります。この猛撃というサイキックパワーは、すべてのサイカーのユニットが共通で覚えているサイキックパワーで、1回ではなくてサイキックフェーズ中に何度も使用することができます。ただしデメリットも発生します。それが使うたびにワープチャージ値が1増えるというものです。霊夢さんがワープチャージ値っていう言葉を今言ったので、これからサイキックパワーがどのようにして発動するのかちょっと説明いたします。まず使いたいサイカー、そしてそのサイカーが使えるサイキックパワーを一つ選択します。そしてサイキックパワーのワープチャージ値っていう数字を見ていただきたいんです。例えばワープチャージ値が5、猛撃のワープチャージ値が5なので、ここでは例えとして5ということにしておきます。サイキックパワーを発動したい場合は、サイキックテストを行います。これは、サイコロを2つ振って、発動したいサイキックパワーのワープチャージ値よりも、高い出目が出た場合、成功になります。ワープチャージ値5であれば、合計出目が5以上で成功ですね。例えばワープチャージ値6なら、サイコロ2個振って合計6以上出すと成功。ワープチャージ値は低い方が成功させやすいってことだな。このワープチャージ値1増えるということは成功させづらくなるということですね。大体のサイキックパワーっていうのは、ワープチャージ値が5と6ぐらいなんですけど、7ぐらいのワープチャージ値のものになると、かなり強い能力、効果になってきますので、成功確率としては低くなっています。サイキックテストにはもう一つ注意点があります。このサイキックテストの注意点がありまして、6と1のゾロ目が出た場合は、歪みの脅威というデメリットが発生します。
なんだそれ、何かまずいことあんのかよ。歪みの脅威はこのようなものです。簡単に言うと発動にはダメージを負うリスクあるということですね。歪みの脅威っていうデメリットは、このサイカ、今サイキックパワーでゾロ目を出したサイカに対して D3 の致命的ダメージっていうものを与えてしまいます。 D3 の意味はサイコロのデメージ2を1として3と4を2、5と6を3として数える表記です。 D3 とか D6 とかよく出てくるから覚えておいてくれよ。歪みの脅威っていうのはサイカーがそのサイキックパワーを発動するために使用するいわゆる歪みの世界の力、さっき言った悪魔の力っていうのを、まあ、借りて発動するんですけど、それがすごく不安定な力で暴発するとか、まあ、自分が制御しきれなかった場合にリスクがあるよっていうのを再現したデメリットのルールなんです。さらにサイキックフェーズには重要なルールがあります。それが妖術抵抗判定です。妖術抵抗判定っていうのは、相手側にもサイカーがいる場合、こちらのサイカーのサイキックパワーを無効にできるかどうかっていうチャンスがあるというルールです。判定自体はすごく簡単で、発動したサイキックパワー、例えばさっきのワープチャージ値5だとしましょう。5の数字を出して成功している場合、相手の妖術抵抗判定はサイコロを2個振ってこの5よりも上の数字を出せばそのサイキックパワーを無効にできます。以上ではなくてより上です。つまり5で成功しているものは6以上でないと無効にできないのです。これはサイカーがいないとできないからな。自分のアーミーにサイカーが入ってないならできないことを覚えておけよ。以上がサイキックフェーズでできることの概要です。もう一度まとめておきます。私個人としてはメインのアーミーがティラニットっていうこともありまして、サイカーを結構使うのでこのフェーズは重要なフェーズなんですけども、このフェーズを全く使用しないっていうアーミーをね、もし使用されている方はこのルール自体がまああんまり使わないのでちょっと忘れてしまっているっていうことも多いと思います。まあ、使わないアーミー、サイカーが全くいないっていうアーミーも多々あるんですけども、まあ、このフェーズが必ず射撃フェーズの前にあるんだよっていうことは覚えておいてください。ゲームに熱中しすぎるとサイキックフェーズの攻撃やら、味方にバフをかけたりすんのを忘れたりするから、そこんところをしっかり確認しとけよな。次は、射撃フェーズの解説をしていきましょう。このフェーズからが本格的な攻撃手段になりますね。前回のおさらいなんですけど、全力移動と退却を行ったユニットっていうのは、この射撃フェーズで、基本的には射撃はできません。そんなこと言ってたな。だが例外の能力を持ってるユニットもいるから、そこんとこはしっかり確認してくれよな。細かい例外がたくさんありますが、この動画では基本のことだけお話ししますね。まずは自分が射撃を行いたいユニットを選択して、その自分のユニットが持っている射撃武器の射程距離、この射程距離の中に収まっていて、なおかつ射線が通っている敵ユニットに対して射撃を行えます。射撃武器の射程っていうのは、それぞれがご自分で使われるアーミーのコデックスにその武器のパラメーターが載っていますので、そのパラメータ参照してもらって、またメジャーで距離を測ります。それと射線が通っているっていう内容なんですけど、これがまさにアナログなゲームの醍醐味といいますか、面白いところで、見えてるか見えてないかで判断されます。この射線が通っているっていうルール、ルールブックの中にはもし見えてるか見えてないかの判断があやふやな場合は、射撃するユニットの兵の後ろから見て相手のユニットが見えていれば撃っても大丈夫ですよって書いてあります。
この部分はアナログゲーム特有の曖昧な裁定になりやすいのですが、車線が通っているかの判断はゲームしている環境によって少し違うと思われます。ゲームしている大会や環境、そして対戦してくれている相手との同意が大事にもなったりします。まあ安心してくれ。大体は明らかに見えてるやつしか撃たんし、明らかに見えないように配置するもんだからよ。何かこれはどっちなんだ。って時はな、最悪お互いにサイコロ振ってでかい目を出した方の言うことを優先するとか、ルールブックにも書いてあるからそれで解決しとけば大丈夫だ。まあ、もしお互いに、これは見えてるか見えてないかで争うようなことがあれば、お互いにサイコロを振っていただいて、大きい方、出した方が、今、この瞬間は、状況を適用するという風にしていただければ、大丈夫ですので、そんなに心配しないでください。射撃ができない要素をまとめておきます。大まかにこれらが射撃をすることができない状況ですね。大体は感覚的に理解していただけると思います。この中で注目してほしいのが、白兵戦に入っているユニットは射撃できないこと。白兵戦に入っているユニットを他のユニットが射撃できないことですね。白兵戦っていうのは、ま、基本的には接近戦をね、仕掛けている。今、切り合ってる。まあ、殴り合ってる状態の兵たちは射撃武器で、基本的には射撃はできません。あと、他のユニットが、その白兵戦に入っているユニットに対しても射撃をすることもできません。まあ、簡単に言うと、味方を誤射する恐れがあるみたいな感覚のルールなんです。言葉を厳密に言うと、敵ユニットの接敵範囲内にいる味方ユニットは射撃できないとなります。前回のおさらいですが、接敵範囲内とは敵ユニットと 1MV 内の距離ですね。要するに、目の前ででかい銃をぶっ放すよりも、殴った方が手っ取り早いって感覚のルールなんだよ。そして白兵戦をしている味方に銃弾が当たるかもしれないので、白兵戦をしているところには射撃できないと思ってください。見てもらえばわかるんですけども、このルールがあるために、射撃が得意な敵を相手にする場合は、早く近づいて、早く接近戦に持ち込んだ方が圧倒的に有利になれます。逆に、射撃が得意な勢力っていうのは、いかに相手に接近されないで、適切な距離を保ちながら射撃を続けるかっていうのがすごく大事になるっていうのがこれでわかるんです。白兵戦武器と射撃戦武器のどちらも強力なものを持っているユニットはあまり多く存在しないため、大体はどちらかに比重を置いているため、それぞれが得意な距離で戦うことがゲーム戦術として重要になるのです。最後にちょっと例外的なルールっていうものも簡単にご説明いたします。射撃フェーズの中で、巨砲は眠らずっていうルールと、閣下危ないという、まあ、ルールが2つあるんですけど、これ結構よく使いますので、簡単にこれだけ説明して今回終わりたいと思います。巨砲は眠らずというルールは、ビークルかモンスターの兵っていうのは、たとえ相手の接敵範囲内にいたとしても、射撃武器で射撃できるっていう能力です。このルールは射撃フェーズの例外で一番よく使うやつだぜ。でかいユニットは近づいてもぶっ放すことができるんだぜ。これは大型のユニットを、だいたいモンスターとかビークルっていうのはサイズがそもそも大きいものなんですけど、こういった大型の兵に関しては例外的に至近距離での全射撃武器での射撃ができるっていうちょっと強いルールがあります。これはよくよく考えればすごく強い能力で、この射撃やった後にですね、接敵範囲内に入ってるっていうことは白兵戦攻撃もできるっていうことなんですよ。だから普通の歩兵では射撃はできないで、白兵戦攻撃、殴り合う、切り合うっていう攻撃だけで終わるはずなんですけど、例えばモンスターだったら、全射撃武器で相手を射撃攻撃して、その後に、さらに白兵戦攻撃もできるって考えたら、手数としては 1.5 倍から2倍になり得るっていう強い能力です。
ほとんどのアーミーは編成段階でビークルかモンスターのユニットが入っていることが多いので、射撃フェーズ中にそれらのユニットがこのルールを忘れないように、射撃攻撃をしておきましょうね。特にビークルは白兵戦能力が低いものが多いので、持っている武器をフル活用するためにも忘れないでくださいね。もう一つの、カッカ、危ない、についてお話しします。このカッカ危ないというルールも、比較的よく使いますので、頭の片隅に置いておいてください。この能力、簡単に言うと、キャラクターのユニットに対しての射撃を制限するという能力になります。ちょいとこれを見てくれ。実際にどういうことか見てもらうと早いだろ。キャラクターというのは司令官だったり、名前付きいわゆるネームドというようなユニットが持つキーワードです。戦場でキャラクターのような一人の英雄を的確に狙い撃ちするようなことは、大軍の中から狙撃するようなことは現実的に難しいことを再現するルールなのです。どういう状況かは見てもらえば一目瞭然なんですけども、キャラクターを射撃武器で狙いたいという場合に、周りに他のユニットがいるとですね、そのキャラクターユニットは狙えないと、射撃攻撃の対象にできませんというルールです。厳密にはこのような表記をされています。負傷限界値は傷、いわゆる HP のことです。これが9以下のキャラクターはこのルールが使えます。このルールを利用して自分の戦力で核になるようなキャラクターを守りながら移動することができるようになります。モブアーミーって言われるような歩兵の数が本当に多くてコストが安いっていうようなものを大量に投入するアーミーっていうのは、キャラクターを結構大事に戦ったりするんですけど、こういったものを守るために周辺にいわゆる壁として味方のユニットを並べるっていうのがかなりあります。キャラクターユニットは単純に強いってのがもちろんあるから、できるだけ長く戦わせたいだろ。強いやつが弱いやつを盾にして進んでるってことだ。護衛対象が射撃武器で狙われた時に、完全と立ち塞がるようなイメージでしょうか。密集した陣形を取っている時は忘れないようにしましょうね。以上で今回のルール解説を終わります。結構簡単に説明したつもりだが長くなっちまったな。少し解説動画が長くなってしまったんですけども、今回は本当に簡単に一番大事な部分をお話ししましたので、これでなんとなくこのゲームの動きを理解してもらえればなって思います。それともう一つ言っておかなければいけないことがあります。今回射撃ができる、撃てるか撃てないか、そういう状況とかルールっていうものをメインに解説したんですけども、本来であれば射撃武器がどういう風に当たるのか、そしてどういう風にダメージが通るのか、どういう風に防御ができるのか、こういったことも一緒にお話しするべきなんですけども、このルール処理が続く白兵戦のステップ、白兵戦攻撃の部分と似ていますので、こういった攻撃のヒットでダメージの処理みたいなことはもう一本別の動画でまとめて解説させてください。このヒット、ウンズ、セーブという処理を解説してしまうとかなり長くなってしまいますので区切らせていただきます。次回は突撃フェーズ、白兵戦フェーズ、戦意フェーズを解説していきます。それが終わったらゲームの進行は大まかに理解してもらえると思います。次の動画もぜひ見に来てくださいね。いつも見てくれてありがとうよ。気楽にチャンネル登録もしといてくれよな。いつもご視聴ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。もし動画気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よう、ここまで見てくれてありがとうよ。せっかくだからよ、俺たちの戦組に入っていけや。チャンネル登録と、他の動画も楽しんでってくれよな。このチャンネルでゆっくりしていけや。